こいつの親父の仇はこの俺だ。仇だと？ファバロ、なぜ？頼まれてくんねえか、カイザル。アーミラ連れて逃げろ。そんでヘルヘイムに連れてってやってくれ。行けよ。こいつは悪魔同士の戦いだ。ファバロ。行くわよ。悪魔同士と言ったか。神の鍵を捕らえろ。ちょい、ずりぞお前。悪魔だからな。どんなものかと思ってみれば。そろそろ神の鍵を頂戴しに行くとしよう。カイザル！いつかお前に食らわせてやろうと失敬しておいた。癖の悪い騎士もいたもんだ。アーミラは心配ない。大体何しに戻ってきたんだよ。敵討ちだ。は？父の敵をあの悪魔に譲るわけにはいかないからな。そうだったな。お前あの盗賊の息子だったな。面白い。面白すぎるぞ。自分が仇になることでそいつに生きがいを与えてやったというわけか。実に泣かせる話じゃないか。弱くてね、この手の話に。だとすればお前たち二人の父の仇はこの俺というわけだ。付き合ってやるぞ。ようやくそそられる魚が出てきた。勘違いしてんじゃねえよ。親父はヘマしておっちんだだけだ。敵討ちだ、カイザルの生きがいだ。んなもん知ったこっちゃねえ。俺は俺だ。復讐に縛られた生き方なんざまっぴらごめんだ。俺は俺のために生きる。ファバロ、てめえは仇でもなんでもねえ、ただのいけすかねえ悪魔だ。人間風情が。私には私の、お前にはお前の生き方か。いつも大げさなんだよおめえは。性分なんでな。じゃあまた目くらましか。だがカイザル、人の心配をしている場合か。終わりだ。意外に使えんじゃねえか。貴様、言ったろ、悪魔同士の戦いだって。契約魔法ごときで調子に乗るな。いや、人間と悪魔の戦いだ。二人の人間と悪魔のな。
やったか。なんてな。残念だが、俺は人間の武器では殺せない。やはりしくじったか、役立たずめ。まあいい、お前たちはここで俺が殺してやる。やべえ、なんかいい手はねえか、あの野郎。気が変わった。あ？ヘルヘウメはファバロ、お前が連れて行け。父の元へ行け。私も一つ忠告させてもらう。貴様は父の仇ではない。賞金首ですらない、ただの悪魔だ。助かった。やりましたな、聖女。あの二人の賞金稼ぎ、名は何と言ったか。は？カイザルってめ、早くしろ。